ブリーチの後にムラになりやすい原因としては、こんにちは、札幌占い美容室早任せのことです。はい、今日もモデルさん担当していきたいと思うんですが、今日はどういう感じにしますか。カットですかね。あ、はい、結構この辺鎖骨ぐらいの長さのハッツンボブですね。それと、色がこの感じです。はい、細かいウィービング、細めのウィービング入れて、そこにグレージュガイドを乗せてるような感じでした。はい、そんな感じで、ちょっとやっていきたいと思うので、まずカットかな、カットして、それからメッシュをして、トナーとして色のつけようかなと思います。ではやっていきます。基本は RC なんですか。いや、私は使わないです。あ、そうなんですね。で、ここの肩にちょっと当たるぐらいのラインです。で、ノーコームで、落ちる位置で切っていきます。まあ、大体10分ぐらいで切ろうかなと思ってるんで。はい、ではウィービングを細めに入れていきたいと思います。このベース、ボブのスタイルなんですが、結構こう細かく入れていってもいいんですけれども、このネープ、耳から下の部分に関しては、ジャンボコームでいきます。で、ジャンボコームに、今日使うのは YS のジャンボコームなんですけれども、もうちょっと溝がちょっとかなり粗いやつですね。これを簡単にシュッと入れます。これをステムを90度の状態でこのように入れていきます。はい、で、次のセクションもこちらを使っていきます。はい、ステム90度で先中心にちょっとグラつけれるような感じで、根元は少しこうずらしていって、毛先の方はちょっと多めにつけます。こんなような感じですね。ただこれあんまりしっかり塗ってないので、正直な話、今表面の方しかついてなくて、中の方ついてないんですね。ここがあると思うので、こういう感じでやっていきます。はい、で、この辺からウィービング入っていきます。ネープが終わりましたので、ウィービング細めにチップ取っていってちょっと入っていくんですが、はい、このリパレットっていうのをちょっと使っていくんですけれども、これは100均のまな板ですね。これを使ってやっていきます。根元は竹を寝かせて、あまり根元つかないようにしていきます。このような感じですね。はい、根元の方は竹をマックス寝かせてつかないようにして、毛先の方はちょっと多めにつけていくような感じ、こんな感じです。で、2cm、1.5cm ぐらい、1.5cm ぐらいのサイズを取って次出てくるんですが、すでにこれを薬剤取ってた方がいいです。時間短縮になりますので、基本的に僕2時間でいろんなメニューをやっていくので、結構スピードを上げないといろんなお客さんが担当できないので、結構スピードには気を使ってます。このような感じですね。で、ここでも取っておきます。次のやる工程っていうのを頭の中に入れといてやらないと、結構時間がボスってしまうので、こんな感じです。そうすると早いですね。はい、次ですね。で、ホイールで包んだりする時間ももったいないので、色ムラができますから、最初と最後に。
すごい抜く場合は別ですけども、僕はやりません。はい、でここで根元だけね、気をつけていただいて、根元は刷毛を寝かせます。そして毛先を塗っていきます。このような感じですね。はい、チップを小さく取りながら、中間塗ったら根元の方は寝かしていきます。はい、こんな感じです。で、また、はい、取っていきます。あ、ここですね、最初に取るのはここで取っといて、チップを小さめに取っていきます。はい、このような感じですね。で、取ったら取っていきます。で、根元側は寝かせて、さっきと同じですね。で、最初と最後に、すごい抜く場合は別ですけども、僕はやりません。はい、で、ここで根元だけね、気をつけていただいて、根元は刷毛を寝かせます。そして毛先を塗っていきます。このような感じですね。はい、チップを小さく取りながら、中間塗ったら根元の方は寝かしていきます。はい、こんな感じです。で、また、はい、取っていきます。あ、ここですね、最初に取るのはここで取っといて、チップを小さめに取っていきます。はい、このような感じですね。で、取ったら塗っていきます。で、根元側は寝かせて、毛先と同じですね。先ほどの癖が残ってるんで、このままいきます。はい、このぐらい広くなる、ちょっと広くじゃないか、狭くなってきたんで、これ1回でいきます。チップを小さく取りながらやっていきます。ちょっと今忘れたんですが、はい、で、塗っていきます。で、この時に、パレットなしで、こういう風に左右に振ってあげる、こういう風に左右に振ってあげると根元が綺麗にぼかせますので、あとパレットで落とすというような感じですかね。その時は手をちゃんと拭いてください。それだとより早いです。はい、取りまして、はい、ここをチップ取っていきます。小さいチップを取っていきます。まあ、ちょっと小さいんですが、広さがあるので、先に根元やってもいいですかね。こういう風に根元を左右にずらしながら、ステムを上げながら、やっぱ寝かすと関係ないところについちゃうんで、ステムを上げながらですね、刷毛をステムと同じ角度まで寝かしてあげて、根元をつけていきます。そしたら、ためて、先の方、根元の方、根元じゃない、表面の方はちょっと塗り方が変わりますが、このような感じです。はい、表面は特殊なんですが、小さくチップ取ってあげて、はい、残ってる薬剤で根元の方を、刷毛を寝かした状態でちょっと塗っていきます。そしたら薬を取って、中間から毛先にかけて、塗っていきます。これで表面はいいです。このサイド取ります。はい、足が詰めてますが、ここですね。はい、今度サイド入ります。この状態でもう薬を取っといて、はい、ウィービング入ります。細めのウィービングを入ります。入ったら、はい、中間に1回つけて、根元側をかけ寝かして攻めていきます。
とは向きを目指してつけていきます。多分この動画を見て美容師さんでえって思っちゃってる方としたらどういうことかっていうと、このブリーチ塗ったのをそのまま下に落としちゃったら他の木につくじゃないかっていう部分の疑問が多分あると思うんですが、それでいいんですよね。そのついたところが要は毛先の方が明るくなればいいんで、根元の方はあまり量塗ってないんでつかないんですけど、段差があるんであまりつかないんですけど、毛先の方にちょっとついちゃうんですけど、そのついた量がちょうどグラデーションっぽく見えるようになるんで全然いいんですよね。わざとですね、わざとつけたりはしなくていいんですけど、落ちてつく分は全然 OK だと思います。で、こうつけて根元を、はい、少しこのリパレットを下げるんですよね。これを下げると出てくるんで、ここをかけ寝かして塗って、で最後にトンズをくすぐり上げて塗っていきます。で今日はワンレーンのスタイルなので、もう本当にベーシックな、ブロッキングの取り方でやってます。前髪あるとまたちょっとこの上の方が変わってきたりするんですけど、ちょっとこういう風に幅がありそうだなと思ったら1回で毛に塗るのリパレット使うと難しいんで、もうこの時点でですね、左右にこれ振っちゃっていいですね。でこういう風に根元を寝かしながら振っていくと綺麗に根元が全体になります。でそれからリパレット入れて、そこからポンって塗ってあげると綺麗になりますね。結構このぐらい距離、指4本分よりも広くなっちゃうとやっぱり結構綺麗になるの難しいんで、パレットは後から使った方がいいかもしれないですね。こういう場合はまず根元をぼかします。ステムを上げてぼかしていきますね。こういう感じにぼかして、ブリーチで本当につくとすごくそこを発色しちゃうんで、かなり難しいんじゃないですか。でここから薬をたくさん食べて、こういうふうに。でこれも、細かく言うと裏面しか表面しかこれついてないんですよね。でもこれでいいんですよね。これ裏面までつけちゃうと根元はっきりしすぎちゃってグラデーションのないので、本当に根元は少なくていいかなと思います。でこのくらいの感じでどんどん。ここで気をつけないのはステム上げづらいんですね。なので頑張ってステム上げていただいて、こういう感じでやった方がいいです。そうしないと何が悪いかってここについちゃうんですね。で水玉みたいな感じで伸びてきちゃうとかっこ悪いんで、ステムは絶対90度まで上げてください。このような感じ、ここで塗ると絶対ついちゃうので90度まで上げた状態でハケを寝かせてつけていって、それが終わってからリパレットで塗っていきます。はい、こんな感じで、はい、これが最後のパネルになります。あと逆サイドですね。はい、でウィービングの間にですね、このウィービングが入るような感じで間引いて取っていきます。でここもステム90度ですね。でハケも90度というかこういう感じで塗ります。そしたらパネルを、はい、で今ですね、ブリーチを流したんですが、ブリーチの後にムラになりやすい原因としてはブリーチが残留している場合なんですね。でシャンプーしたから落ちるっていう感じでは僕はないかなと思ってて、
しっかりですねシャンプーボールにお湯をためて、毛髪の内部の水を入れ替えてあげると、で残留している薬液を外に出してあげるっていうのが必要かと思います。で、今ほとんど使ってる状態なんですけど、シャンプーはしていません。なんで軽く泡立てた状態で、ちょっとつけてる状態ですね。でこの部分は前もって水の入れ替えはしてるので大丈夫です。で特にやっぱりこうこのベース自体がしっかりしたベースができてないと色も乗らないので弾いてしまうんで、乾かした時にムラがすごい分かりやすいんですよね。なのでここはちょっとしっかりですね、時間を置いていただいてもいいかなというふうに僕は思います。はい。で、しっかりこうたっぷりたまるような感じでちょっとやってますね。はい、今日も、5センチちょっとぐらい切ったかなと思います。で下は、動画、ね、繰り返して見ていただくと分かるんですけど、このケープってちょっとえぐって切ってるので自然に乾かすとなじまないような感じに切ってます。なので、ちょっとこうカッツン系の表面がちょっと外側に動くぐらいのスタイルに切りました。で色はこれからブリッジローラーより、ね、綺麗にこれからもどんどん抜けていって、すごいいいコントラストが出るんではないかなと思います。はい、皆さんいいねとかシェアとかしていただけたらありがたいです。はい、では皆さんまた見てください。ではバイバーイ。